そんなわけとこれとアイロンとマティです。お願いします。お願いします。俺の最強お取り寄せグルメでございます。やってきたぜ。イエーイ。自分の自信のあるお取り寄せのグルメを一人ずつ、はい、他のメンバーに熱烈プレゼント。全員のねプレゼント試食が終わった段階で、はい、まあ、多数決でどれが一番美味しかったか、どれが一番、いいグルメなのかっていうものをね、決めて、勝敗を出していきたいと思います。はい、で最初は、まあ、ご当地名物ということで、はいはい、ご当地の名物をテーマにしてね、はい、それぞれが、ピックアップしてきましたけど、うん、お取り寄せします。お二人も結構定番商品みたいなのがやっぱね、うん、あったりするんで、そういうのはリピートしてテレビとかでやってると、それ美味しそうだなって思うと、やっぱそれ美味しそうなんですね。なんかね、こうやっぱね、お取り寄せグルメって俺すごいな、最近思ってて、お取り寄せの中で売れてて、お取り寄せの中で、もう予約が取れないみたいなものもね、たくさんあるんですけど、皆さんが、うん、ゲットできるであろうものを、ご用意させていただきましたので、うん、まあ、まずね、あの最初なんで、ちょっと僕から、じゃあ、お取り寄せグルメ紹介させていただきます。高台がおすすめするグルメはこちらです。愛知県名古屋市味仙の台湾ラーメン、はい、これ言わずと知れた名古屋のソウルフードなんですけども、うん、まあ、僕らそのアボゲットとしてもね、うん、インディーズの頃とか、うん、ライブした後とか、はい、もうよくねこの味仙には通わせていただいて、はい、すごい思い出の味が詰まってる台湾ラーメン、はい、まあ、ちょっとね激辛なのでね、でね、辛さ苦手な方は控えていただいて、うん、ただこの辛さの奥にあるうまみっていうところに到達すると、すごくこの味の奥深さが分かると思います。そんなね歴史を感じる一杯、はい、今からちょっと試食していただこうと思います。味仙ね、これ出してるんですね。それが知らなかったですね。そう、知らなかった。お店でしか食べれないもんだと思う、ね、インスタントの方になった味仙を初めて食べるので、あ、そう、どこまでこう再現力とね、はい、ができているのか楽しみです。最近行ってないでしょ。だって行ってないな。ビッグスが行列できてんだから今。そうなんだ。じゃあいただきます。いやもう味仙よ。まあね、うん、そうだろうね。辛さがドンって来た後に旨味がガンって後押ししてくる感じ。他のラーメンと何が違うんですか。うん、まあやっぱ他のラーメンとこの辛さ全面に出てこないもん。でこの唐辛子の、うん、辛さ、カプサイシンが全面にこう出てきて、うん、顔がガッと出してきて、その奥に旨味がファッて、こう、こう出てるカプサイシンがカプサイシンが、うんうん、意外とこう辛さって食べてしばらくして、うわ辛いってなることも多いんだけど、うん、この味仙の台湾ラーメンはもう食べた瞬間から辛い、入り口からいるんだね。そう、うん、入り口から辛さが、うん、いただきます。いってらっしゃい。辛いけど美味しいね。感じるでしょ、うん、辛いけど、わー辛いね、うん、辛い、うん、誰これ辛いよこれ。カプサイシンちゃんと味仙でしょ。カプサイちゃんと味仙、ちょっと汁も飲んでみましょう。あれ松井さん真っ赤ですよ顔もう顔出してる、辛いねすごい汗かいてんだけど急激にやるもん。いやぁ嘘、そんなに辛いいいですか。そんなに辛い、食べていいですか、うん、ダメです言っても俺も味仙食べ慣れてる方ですからね、うんうん、いただきます。どこまで再現できてるか。じゃあもう味仙だ。ちょっとさ、お水辛いね。めっちゃでもちゃんとしてない、うん、あ、でもうまいわ。うまいよ。辛いよでもこれ。いや美味しくて辛い。やっぱコクがあるわ。はい、はい、まあ僕はね、あの味仙の台湾ラーメン、うん、いや美味しかったですよね。お二人辛いしか辛い言葉を発しなかったですけどね続いてはアイロンさんの行きましょうか。お取り寄せグルメご紹介してください。このパッケージとデザイン、うんうん、きっと愛知県に住んでた人だったらかなりお茶の間に浸透してたんじゃないかな。愛知県で日間賀島っていうところの島に、はいはい、ヒロノリが島ノリを出す。ヒロノリ、福井ヒロノリが島ノリを紹介するというね、急な本名、はい、これでも正直、うん、食べたことあるんですよね。俺は先月ぐらいだった。先月ぐらいに食べました、うん、じゃあこうだよね、うん、俺これ
本当に家にあったらひたすら食っちゃう。パリパリしてんだよね。そう、常に。だ、他の味付け海苔より持つとさらに体感倍ぐらいパリッとしてる。これ、え、でもこれ有名だよ、うん、本当に美味しいよこれ、うん、美味しいけど、俺なんていうの、全国的に有名な海苔メーカーってあるじゃん、うん、そこのやつは食べたことある。これは家になかったっけ。なんかちっちゃい頃が気づいたらこれが家にあったっす。パリパリしてんだよな。そうで、いろんな多分食べ方があると思う。食べ方、食べ方食べ方がこれにマヨネーズつけて食べるとかもやってますし、じゃあラーメンの中にこの日間賀島の、うん、島海苔を入れると激うまだったんで、さっきの店に俺入れなかったなと思いました。あー、味がまろやかになる、味がまろやかになるし、ね、一回入れてみようか。お、大丈夫、これ禁断のコラボじゃない。禁断のコラボ、ラーメン、うわ、これはでもうまいわ絶対。いただきます。まだ食べれるんじゃない、いっぱい。うまっ。ちょ、やってほしい、ちょ、マティさんの持ってきて。ちょっと、いや、俺、大丈夫大丈夫今日やってないから一回食べてほしいよ。感想でわかります。いやいやいや、一回食べてよ。ね、うわ、もうでもうまいな。わかんの。うん。なんか懐かしいんだよな。はい、どうぞまずね。なるべくスープ落としてたから。辛いマイルドにならないですか。結局勝ったじゃん。なんだお前、食うんだよ。辛いじゃねえか。マティさんだけ一人ちょっとジャンルが違う。そして続いてラスト、はい、マティさんご紹介お願いします。私がご紹介するのはこちらでございます。牛トロフレークでございます。北海道はね、十勝、スローフードさんのところからちょっとお取り寄せしたんです。向こうで買えるよね。はい、これもともと出会いがですね、うん、あのバナナマンさん、あの二人がやってるラジオでこれ紹介されたんですよ。で、それでお取り寄せができるってことでやってみたらめちゃくちゃうまかったんですよ。あ、そうなんだ。で、うん、こういうちょっとね、見ていただくと分かるように、いわゆるこう細かくなってるんですけど、うん、はい、ちょっとシャーベット状というか、うん、凍ってやってくるんです。これを解凍するんじゃなくて、うん、熱々のご飯の上にそのまま乗せて、ご飯の温かさで牛の脂身をちょっとずつ溶かしてどんどんなじませて、で食べやすくする。今回これにプラスして山わさび醤油漬けっていうのがねトッピングであるんですよ、うん、はい、それも一緒に持っとったんですけど、お取り寄せしたんですけど、うん、この牛トロフレークも俺もう10年以上つけてる。あ、ほんと、うん、一時期毎日これ食ってたわ。そう、うん、これご飯のお供としてはめちゃくちゃいいですし、このペアにすると最強なんだ。そう、味変もできるので、だから末永く食べれるようにっていうこと、うん、はい、ちょっとまだこれ凍ってますけどね、うん、じゃあちょっと、まあ今回は なのでこちらちょっと実食、ちょっと皆さん、はい、まあお二人、まあ、まだ食べてますけど、はい、俺も食べたことあるけど、ちょっとまだあの記憶がないんでしょ。そう、ちょっと呼び戻し、ちょっとノー味付けで食べる。ノー味付けになっちゃいますね。なるほど、あれがないなんお醤油だったりとかネギをのせていただきます。どうですか。うちの中で溶けてて、うん、美味しいですよ、その脂身を感じて、うん、素材のね本来のうまさは実際ここの中に詰まってるし、これはね本当に俺もね、うん、これを買った時は米もこだわって、あ、しっかりそのお米の炊き方をこだわって、うん、土鍋で炊いたご飯にこれをかけて、はいはい、ね、で山わさびと醤油でかき込むとマジでめちゃくちゃうまいよこれ、ね、あの特にね、はい、お子さんがいる、うん、あの食べ盛りの家庭の、はい、うん、人とかはこれめちゃくちゃ喜ぶの、ね、子供、うん、そう、食べやすいからね。そう、で、牛の脂がじゅわって広がるんですよ。で、溶けるんで、うん、そう、米の上で。そうですよ。だからすごいね、なんか米もまたそのお肉の脂の旨味が乗ってジューシーになってるし、はい、もうお米をね、こうガンガンかき込んでくれると思うんで、なんかお米が嫌いなお子さんとかいたら、うん、これはいいかもしれないですね。まあ食が進みますよ、これは本当に、うん、で僕、回しもんでもなんでもない
はい、それぞれ3つ出揃いました、はい、お取り寄せグルメ、はい、ご当地グルメ編ということでね、愛知県の味仙の台湾ラーメン、うん、愛知県今賀島の島、うん、島北海道、はい、牛トロで、はい、まあ、3つ出揃いましたが、はい、それぞれ、うん、これがうまかったっていうものを、はい、今からせーので指を指して、はいはい、オッケー、最強お取り寄せ、うん、グルメ、ご当地グルメを決めていこうと思います、はい、それでは、はい、せーので指さしましょうか、はい、いきましょうか、せーの、まあ、ディスはね、自分がね、はい、そう、まあ、俺も分かってんのよ、その味はね、はい、うん、はい、だけど今日食べた中では、はい、やっぱこの海苔有名なんだよね、はいはい、まあ美味しかった、美味しい、これ広めたいよ、俺は。ああ、俺ら愛知県だったら結構身近なものではあります、食卓にね、うん、絶対あるもんですけど、多分それ以外の方は、はいはい、多分まだ食べたことないと思いますね、うん、マジで、正直マジ止まんないスーパーとかで売ってたもの買うもんね、これ売ってないんですよね。あ、そうなんですね、こっちでは。味付け加減も結構濃いめで、うん、そう、さらにそれがしっとりじゃなくてパリパリしてるっていうのがね、はい、すごい美味しいんだよね。あとお菓子感覚で食べれますから、うんうん、なので、はい、まあ、僕も、はい、アイロン君も今賀、うん、島の島のり、島のり、で、マティさんが牛トロフレークということで、はいはい、俺の最強お取り寄せグルメ、ご当地グルメ編一番に選ばれたのはアイロンくんの今賀島の島のりでした。お取り寄せグルメ王になった感想はどうですか。面白いですね。だからこういうのをやり始めたら、いろんな地域に行ったら、あ、何か食べて、うん、お取り寄せして、そう、ね、ということでね、次回、はい、また僕らの、うん、グルメ王 お取り寄せグルメの企画お楽しみください、はい、ということで、以上、空ポケット広大とアイロンとマティでした。バイバイ、バイバイ。